どうも、ノアミュージックスクールドラム講師の久保田徹と言います。よろしくお願いします。今回はこのようなドラムのトレーニングパッド買ってみようかなと思っている方のためにいくつか種類をご紹介したいと思います。はじめに、このように本物のドラムセットと同じようにリムがついているタイプのトレーニングパッドです。このタイプのトレーニングパッドのいいところは、リムもついてますので本物に近い感覚で練習できるのと、リムショットの練習やブラシの練習などにも使えます。次に、このように木の板にラバー、ゴムが貼ってあるようなタイプの練習パッドです。このようなラバータイプのトレーニングパッドのいいところは、先ほどのこのリムのついたトレーニングパッドより消音効果があるところです。音量を抑えないといけない環境で叩く場合など、こちらのラバータイプの方が良いかもしれません。また映像だと分かりにくいと思いますが、このようなゼリー状になっているタイプのトレーニングパッドもあります。こちらはすごく柔らかい素材でできているため、消音効果はすごくあるのですが、スティックの跳ね返りがほとんどないため、初心者には向いてないかもしれません。また、このように足に取り付けるタイプのトレーニングパッドもあります。ということで、ごく一部のトレーニングパッドしかご紹介できませんが、皆様も練習のモチベーションが上がるようなお気に入りのトレーニングパッドを見つけて、ぜひそれを買っちゃいましょう。ありがとうございました。